1リットルの牛乳パックです。この折り目までが だいたい20センチですから、真ん中約10センチのところに印をつけます。そうしたらこの牛乳パックを折りつぶします。そして先ほどつけた印のところで線を入れます。折りつぶしたままこの線のところで切ります。これで2個のペン立てを作ってみましょう。口が開いている方を使って作ってみましょう。この部分はいりませんから、ハサミで切り落とします。そして、この折れている部分まで、ハサミで切り込みを入れます。こうして折って、もう一回切り込みを入れてください。そうすると、こんな風になります。次にこの長さが7センチですから、縦にも7センチ取ります。ここにボールペンで強く線を引いてください。何回も引きましょう。ここにペケ印を書きます。これも何回も引いてください。そうしたらこのペケ印の中心と中心を結ぶように横に線を引きます。そしたら一つ折り曲げてください。この線を延長します。少し伸ばして印を入れてください。同じように裏側も線を伸ばして印を入れます。そしたら裏側も同じようにボールペンでしっかりと印を入れましょう。これでしっかりと印が入れられました。この線で折れるようになっています。さあ、それでは底を貼ります。二重に貼ってしっかりと閉じてください。ここまでできたら、ここの部分を折り込みます。4箇所折り込んでいきます。しっかりと折り目をつけてください。このような形になります。しっかりと形ができたら、また元に戻します。次にこれに貼る紙を用意します。上下が少しはみ出るぐらい、四つ切り画用紙を4つに折ると13センチ5ミリになりますから、その長さがちょうどいいです。そして
4つ分プラス糊代ですから29センチから30センチぐらいの長さの紙を用意してください。それではこの紙にたっぷりと水糊をつけます。下に紙を敷いてください。それでは端に合わせて巻いていきます。巻き終わりはここを持ち上げて中に入れてから上からここを乗せましょう。そしたらここです。内側に折っていってください。そこはこんな風に折ります。そこの部分にこのように紙を貼ります。ここまでできたら、糊が乾く前に先ほどの折り目で折っていきます。しっかり形を整えましょう。次に飾り紙を貼ります。千代紙を5センチ角に切ったものを4枚、29センチから30センチに切ったものを1枚用意してください。全体に糊をつけて折り目が合うようにくぼみの部分に貼ります。特に端のところを しっかりと押さえてください。最後に細長い紙に糊をつけます。口の部分にくるりと巻きます。最後の部分は一度剥がして折り込みます。これで乾くとしっかりとこの形のまま固まります。底の部分はもっと簡単です。先ほどと同じようにして作っていきます。このまま先ほどと同じように紙に巻いていきます。千代紙も同じように5センチ角を用意してください。今度はこの下の角に合わせてこんな風に貼ります。きちっと四角に整えてください。1本の牛乳パックからこれで2つのタイプのペン立てができました。